こんばんは、平井博明です。今回はですね、 YouTube のコメントの方にアプローチの手首の使い方ですね、どうしてもハンドファーストに当てようとしてアプローチが安定しなくてですね、リリースしたらうまくいったっていう方がいらっしゃったので、リリースのより詳しいやり方について解説していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずこの動画のきっかけっていうのは、僕が絶対真似しないでくださいね、僕の感性で打ってますっていうアプローチ編ってあるんですよ。そこを見ていただいてコメントいただいたんで、今回もなるべく僕の感覚を言いながら説明していきますけども、アプローチで僕はこうやってクラブをリリースしない、要はホールドしてこうやって打つことって僕はもうないんですよ。ほぼもうないに等しい。クラブをこうやってリリースするんですよ。こうやって、だからこれぐらいのポジションの時に右手の甲がボールがあったところを向いてるんですよ。でクラブが地面と平行になったところで右手の甲が真下を向く感じ。ちょっと動きで打ってみましょうか。こういう感じで打つんで、ヘッドをボールに落とさないっていう感じで、こういう風には絶対打たないんですよ。こういう風には、これだとボールが僕の場合は強くなっちゃうんで、なるべくボールの下にヘッドをこうやって潜り込まして、こうやって打つ感じで打つんですよ。そうすると柔らかいボールが出やすいので、そういう感じでアプローチ打ってるんですけども、今のでわかるかな、こうやってやる感じっていうの。アドレスからやって普通にグリップして構えて、左肘をちょっとでも曲げたらなかなかこうやってヘッド出ないんで、左腕はピンと張ってるんですよ。スイング中アドレスから少し張り感を持たせてあげて、数字で言うとピーンって伸ばしてるのが10だとしたら 8.5 か9ぐらいの伸ばし具合、わかんないかな、それぐらい。だから10ではないですよ、ほんのちょっと余裕があるぐらいで、その左腕をスイング中曲げないんですよ。曲げないんでボールの下にヘッドがこうやって入る感じ。もう一回いきますよ。こういう、そう、これをね、左肘をこうやって曲げたりするとクラブヘッドが出ないんで、ボールの下にクラブヘッドを入れられないんですよ。だから要はこっちをもう支点にしてこうやって打つ感じなんですね。こういうイメージ、こういう感じなんですよ。体を回転しないで打つと、もうこれがワンセット。ここに右手のアクセルだけ加えてあげて、要はこっちしか使って動かしてないですよ。こうやってこの格好、それに体の回転を加えますね。こう、そうするとあの動きができる激スピンでございます。あの打ち方で打つのが僕のドノーマル。ドノーマルっていうのはキャリーが6、ランが4ぐらいで、グリーン周りで25ヤードぐらいでポーンポーンって、もうスピンもかけにもいかない、転がしにもいかない、本当普通のアプローチで、例えばこれでちょっと足を出したいなと思ったら、右手の甲の向きを今フォローでこうなってました、それを45度ぐらいこうやって立たせる、そういうフォロースルーを取るだけ、あとの動きは全部一緒。打ってみます。すげえ、高島屋の包装紙で包んでる女性の方よりボールを包むのがうまい。めっちゃくちゃうまい。この2球は間違いなく100点です。先ほどのノーマルの動きの全体的な動きプラスフォロースルーの右手のこの甲の向きをちょっと立たせるイメージですね。それがもう最高。ノーマルのアプローチよりもちょっとランを出したい時ってことは、理論は2パターンあるんで、スピン系もあるってことですよね。そういう場合はちょっと、僕これちょっと今の2パターンと僕は違うんですけど、もちろん若干若干フェイス開くんですよ、ほんのちょっと。若干フェイス開いて、うどんねえかな、うどんじゃなくてもいいか。こういう感じ、動き。こういう感じです、動き。ちょっと打ってみましょうか。すごい。撮ってない。あ、いいです。
今のやばいでしょ。あれね、右手の使い方っていうのは、こうだね。こう。こう。で、体の回転をそれに加えてあげる。あ、これやばい。止まり、やばいでしょ、止まり方が。これ見たいでしょ。見たいかな。あ、これダメなんだよ。止まってるね。ちょっと戻ったね、うん、ああいう風に、なんかね、親指の腹でボタンを押す感じ。ここでこうやって、こうやって、こうやって、わかんない。こうやって構えてるじゃない？で、俺の場合、ああやってちょっとスピンかけたい時ってフックグリップにするのよ。こう普段はこの向きだけど、スピンかけたいときちょっとこうやってやるのよ。そうすると親指の動きが横の動きになるじゃない、うん、この横の動きでクラブにここにボタンがあるとして、そのボタンをこうインパクトのときにポチッと押す感じ。今の多分100人に言ったら99人は分かると思うよ。絶対分かんないね。絶対分かんないね。そのボタンを押したからだって何なのか分かんない。そうだよね。そうもう一回いくね。これこうやって普段のアプローチのグリップの向きこうです、はい、こうでスピンかけに行くときはこの向きになるのよ、うん、俺、うん、ちょっとこうフックグリップになったでしょ、うんうん、そう、これで、あ、やばい、これ本当やばい。やばいよね。取れてるか、取れてる。もうフェース開くからこうやって地面になってるじゃない、うん、のここの、うん、ここの角あるじゃない、うん、ここをずっと地面をこうやって削ってるっていうか滑らしてるだけなの、ここを。だからこうも入れないし、こうも入れないし、ズル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 ってこう引きずってるだけ。しかも地面とこうやって芝生が生えてるじゃない、でここが地面よね、でここ芝生の一番上じゃない、ここをずっとねソールの角をこう通過してるイメージなのよ。だから地面のグランドも触らないし、芝生の間をねずっと少しスル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 っていく感じ。全く意味わかんないけど全然伝わんなくなるから怒られる。いや、あ、じゃあ怒られないためにより詳しく。右手の使い方としては、そのスピンをかけに行く時なんかは、こうの方が分かりやすいかな。イメージはこう握ってて、人差し指がクラブの向きだとします。したらこう、こっちの方がいいか、めっちゃ巻いてんの。そう、こう
で体を回転する、こうで、これね、真似しちゃダメじゃん。うん、絶対真似しちゃダメ、絶対ダメ。うまくいかない、うまくいかない。練習すればうまくいくし、めっちゃくちゃ観客湧くと思うよ、コンペとかね。18番グリーンでみんないたとしたら、もうドッカンドッカンってなる。うん、なるけど真似していけない。うん、真似しちゃダメ、絶対ダメ絶対ダメ。これ今じゃあ全部で3パターンやったでしょ、打ち方。これの全て共通してることは、左肘は曲げない。あ、絶対全て。ノーマルのアプローチにしても、ちょっとランを出すアプローチにしても、スピンをかけに行くアプローチにしても、左肘っていうのは俺は曲げない。もちろん曲げる人もいるの、でも俺の場合はもうこれでやりたいの、全部ヘッドのスピードで。ヘッドスピードじゃないの、ヘッドのスピードでやりたいのだからだからここがこうやってなってた方がヘッドが動くイメージが湧くんだよね。だからここがこうやって動いちゃうとヘッドがね緩くなっちゃうの、俺の場合。だからヘッドをタイトに固く使ってスパンって入れたいから、こうやって、これやばいよ。戻ったでしょ、戻ったよね。20ヤードいかないぐらいで戻ったでしょ、2回言っちゃったねあれぐらいパッて切れるとスピンが入る。切れ味って大事だから、俺の場合それは何かって言ったらもう左肘なの。左肘が伸びてて何もしないから右で全部やる。いや、いつもさ右手の話しかしないから、うん、なんで左腕の話してんのかなって思ったんだけど、うん、左腕を、うん、何にもさせないことを意識してるな。そう、言っちゃえばロックだよね。ロックさして、もうこれでもうこのまんまだ、このまんま登録お疲れ様でしたってこうなってなるから、こうやってそう、このまんま何にもしない。それを、ではこっからクラブヘッドまでがパーツよね、うん、そのパーツを右でこう使ってる。だから 100% こっちの力でしか打ってない。左でこうやってやったりとかはしない。唯一ボタンだけ。なんでボタンを押すの？いや、なんかねイメージなんだろうね。こうこういうこういうボタン押す。こうやって押す感じ。だから右手のパッっていうキレのプラスアルファこうペンっていうこのこのもう一押しが多分欲しいんだろうね。それでこっちも多分ボタンこうやってギュッと押してんだろうね。うん。その感じはねめちゃくちゃある。でもそれ左手で止めながらボタンだけ押してんでしょ？うん、だから左でだけでやってる動き何したらこれだけそうそう、だからこうやって右で上げて右を振るだけじゃない、うん、でこのインパクトで音が鳴るときにポチッと押してる。あ、じゃあそういうなんかあれだ、機能がついてるんだ。これついてる、ボタンを。そうだ、この辺にリモコンがあるついて、そうそうそう、かかるようなボタンがついてる。そう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 コントローラーがあるから、取られるわけ。ブーストついてるからグリップしてるから分かんないけど、右手をパーにしてやる動きって言ったら、ノーマルのアプローチっていうのはこうよ、うんうん、こうで、ちょっと足を出してランを出したいっていうのはこうこうね。でスピンかけたい時っていうのはちょっとフックグリップするから、こう下から握る右手を、それをこういう感じこれ解説にしたら余計伝わんなくなるんじゃないか。そっかそっか。でも自分のイメージはこうだから、こういう感じではないってこと、ね、そうだからパッパッって感じなの。こういう感じ、なんか水を切る動作に近い。詳しくやっていい？こういう感じそういう感じなだけで、そうやってない、やってないね、やってないかもしれない。イメージそうなんだ、うん、実際の動きはどうかっつったら、ねこうかもしれない。ああ、ま、マジなやつね、うんうん、本当に。でもちょっと
こうやってあげる感じはあるのよ。あるんだ。ちょっとこうやってあげる感じはあるの。ビハインドさしてこうやってあげて、うん、でここでまた今度こっちにビハインドさしてる。で遅れてるじゃない、ここでたわませるから。遅れをこっからインパクトまでに最速でパンって戻してここで止める。そういうこと。そう、なんか珍しいなと思ったんだよね、溜めてるから。え、マジで言ってることが珍しいってこと？じゃない。ためる。そう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 。珍しいな。そう。だから特殊なんだよね。俺じゃない。俺のっていうか、スピンをかけに行ってるからっていう。そう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 。俺はやらないじゃんそれ。やんない。うん。だからこうやってあげて、ここでビハインドを作って遅らせるのをこうやってバッて戻してる。でここでなるべくここでクラブをもう止めて、あとはこうやって惰性で体で。パッて持っていくだけ。本当にこうパンってやらしたらパーンじゃないんでね、キレよく歯切れよく打ちたい感じ。それが俺はスピンかけるときに、うん、そう俺はやること。伝わんなかったと思いますけど。ああ、そうですか。でもスピンは本当タケちゃんに聞いた方がいい。本当にピカイチだと思うもん。スピン本気でやばいから、タケちゃんのお近くにいる方はぜひタケちゃんに聞いてみてください。今回はですね、 YouTube のコメント欄の方にアプローチの右手の手首の使い方をさらに詳しくっていう風にコメントいただいたんで、そのリクエストにお答えして動画を撮っていきました。ちょっと本当最初の2パターンはもしかしたら伝わったかもしれないですけど、スピンのところはまた僕の悪い癖が出ちゃったんであまり伝わってないかもしれないですけども、ニュアンス的にちょっと伝えさせていただきました。あ、ぜひですね、スピンがかかったなっていう方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。手首の使い方撮っていきましたので、最後までご視聴ありがとうございました。